ようございます。3月28日月曜日の朝です。東京は桜の満開宣言が出たそうです。あっという間ですね。今週も春の訪れを感じながらゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床の上の体を観察してください。呼吸を楽にして床と体の接地面、どこが床についていて、どこが床から浮いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では適当なところで動きをやめてください。両膝を立ててください。両手は天井の方に持ち上げて、手のひらを向かい合わせにして、手のひらを合わせて指を組んでください。この時の手首、肘、肩の位置をちょっと観察してください。この手、指先は顔の真上にあるんでしょうか、顔より下寄りにあるんでしょうか、もっと頭寄りにありますか。ゆっくり手を下ろしてきてください。そうすると手のひらが胸のあたりでしょうか、降りてきますね。で、この動きを何度か繰り返してください。指先が天井に近づいたり、胸、もしくは溝落ちあたりでしょうか。何度かこの動きを繰り返してください。この時に指の関節、手首、肘、肩がどう動いているのかを観察してください。指は少し伸びていきますか。手首、肘、肩、そして肩甲骨はどう動いているでしょう。ゆっくり観察しながら動いていると、肩甲骨も床から浮いていって、背骨にも何か動きがあるでしょうか。背骨のどこが床についていきますか。首の動きはどうでしょう。顎は喉に近づいたり、喉から離れていったりという動きがありますか。尾てい骨はどうでしょう。お尻の一番下、尻尾の部分は天井を見たり床を見たりするでしょうか。無理せずゆっくり体の全体にどういう動きがあるのかを観察してください。優しく優しく、そーっとそーっとやってくださいね。では
手を床に預けて足も投げ出してください。呼吸を楽にして床の上の体を観察してください。床と体の接地面、最初に比べてその広さ、面積は増えたでしょうか。もう一度両膝を立ててください。では天井の方に持ち上げて、手のひらを合わせて指を組んでください。そしてゆっくり下ろしてきて、胸かみぞおち、お腹の上あたりに乗せてください。そしてこの組んだ手を、手のひらが体側に向いているのを、手のひらを天井を向けてください。そして戻ります。このお腹の上で手のひらを返してください。小指側から持ち上げて、手のひらを天井に向けたり戻したり、楽な範囲でやってください。この動きをゆっくり何度か繰り返してください。指はどう動きますか？手首、肘の動きはどうでしょう？この肘が動くと肩も動きますね。決して無理せず、優しく優しく、痛みや違和感のない範囲でやってください。時々肘や手を体の上に預けて、肘は床の上ですね、休んでください。手のひらが天井に向いていくとき、体の他の部分にはどんな動きがあるでしょう。背骨はどうですか？どこが床から浮いていくでしょう。首には何か動きがありますか？では一旦両手両足を伸ばしてください。床の上の体、さっきと比べて床との接地面に何か変化があったでしょうか。ではもう一度同じ体勢をとってください。ゆっくりお腹の上に戻してきてください。そしてこの指先が天井に近づいたり戻ったり、この動き最初に比べてどうでしょう。動きが滑らかになりましたか？体全体にこの動きの影響があるでしょうか。そして胸に、お腹の上に戻ったら、手のひらを返したり戻したり、柔らかく柔らかく、体全体が連携して動いているでしょうか。では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にして、体と床との接地面に気持ちを向けてください。
腕の感じ、背中、肩、お尻、そして足の感じもどうでしょう。床に柔らかくついているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめてゆっくり起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。ただ肘を伸ばしたり曲げてきたり、そして手のひらを返すという動きですけれども、体全体が協力し合って動くと全体が柔らかくなって体が軽くなるような気がします。では今週も柔らかく過ごせますように。では行ってらっしゃい。